んだけ落としてて分からへん。行くわよ。行くわよ。そうちゃん、そうちゃん。これ、これ。かなちゃん、行っちゃう。あ、かなちゃん、かなちゃん、行っちゃう。な、こうって、愛着湧いてきたの。あ、これ赤いやん。脱皮をしてんの。どうなん、どうかい。いや、やめてよ、もう気持ち悪いから。皮がついてたから潰したの。おせやん。ほんまや。あの、今でも物気持ち悪いもうびちょびちょ。でもお構いなしやね。あかん、カメムシなんだよ。そうそう、気持ち悪いで。わたがしでもないのにかな。タンポポ終わってね。これあれちゃん、ほら、でかい鉢に植わってたやつ。違う。よう似てるな。でも葉っぱがちょっと違う。すごい悔しいな。植物学者になれるんじゃん。タンポポほら。どれがタンポポ？コスモスのこと？あ、そうなの。この白いのはタンポポちゃん。コスモスやってんの。ひっついて取れへんねんけど。月虫ついた。違うよ。月虫ついたんちゃう。取れへんねんけど。イガがあんねん。かわいそうなことしたんだ。そうや、見てて思ってんけどさ、裏口んとこほっといてもまだどうせ雑草入ってくるやろし、砂利しこか。どこ？あの、台所の外んとこ。砂利敷いたってそれなくなるって。もう木が本日そこに広げてるやん。え？砂草がなんで花掘ってくるって。裏口やで。砂利みたいな、あんた何本も引かなあかんから1万2万じゃ済まへんで。そうか、結構何十キロで何百円とか言うてんやで。見たらあのえチップとかいうやつにでもいいしそんなものすごいことかかんで。そうか、なんか植えたって結局はね、きれいに、あんた庭とかさ、うん、どないもんならんて。そうやったらブロックを。あんな大きな家で。
綺麗になるもん。すごいな、デザインの専門家やね。雨降ってきた。